はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。太一ズレディオ、本日もスタートしていきたいと思います。本日はですね、完全な雑談会ということで、質問コーナーとかね、曲紹介とか、そういったところも今日はありませんが、もしお時間あればね、まったりと聞いていただければと思います。今日はですね、トレーニングウェアについてのお話をしていこうかなと思います。皆さんね、どんなウェアを着て普段トレーニングしてますでしょうか。ウェアがね、モチベーションになってる方とかも結構いらっしゃると思うので、そんなお話がね、していければいいかなと思っております。はい、トレーニングウェアなんですけども、動画見ててわかる方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕はナイキが大好きです。昔からナイキが好きで、いろんなこう、機能性の高いものとか、そういったものもね、たくさんこうもちろん販売されてるわけじゃないですか。ただずっとね、ナイキなんですよ。なんかこう、体に合わなかったりとか、インナーウェアとかね、こうスパッツみたいなとかも、ナイキを買ってみたりだとか、違うメーカーでね、選んでみたりとかするんですけど、機能性ももちろんなんだけど、やっぱり自分の好きなブランドというかね、メーカーのものを着ていたいなっていう気持ちがあって、実はね、ずっとナイキを着ています。で、そもそもね、ナイキが好きになった理由があって、テニスをね、結構長いことやってたんですけども、まだ現役でやってるね、ロジャー・フェデラー選手っていう選手がいるんですよ。で、先日ね、コメント欄でもいただいたんですけれども、なんかフェデラーの話をするとなんかこうニヤニヤしちゃいますみたいな、ツイッターだったかな、コメントかな、どちらか忘れちゃったんですけど、いただきまして、もう本当にね、フェデラー大好きで、当時はフェデラーの試合はね、全部、ブルーレイで録画して全部見返してたりとか、するぐらい好きだったんですけど、そのね、ロジャー・フェデラー選手っていうのが、ラケットがね、ウィルソンで、ウェアがね、ナイキと契約して、ラケット、ウィルソン、ウェア、ナイキっていうのをずっと着て試合に出てたんですよね。で、最近はフェデラーはユニクロと契約して、ユニクロのね、ウェアになったんですけれども、その当初のね、ウィルソンとナイキっていうイメージがすごい強くて、で、テニスを始める時もね、やっぱりフェデラーに憧れてるんで、ウィルソンのラケットから入るんですよ。で、なんか最初の頃はね、ウィルソンってどちらかというとちょっとクロート向けっていう風に言われてた部分もあって、で、最初のうちはヨネックスとか、そういう方がね、扱いやすいですよみたいに言われたこともあったんですけど、なんとなくこうやっぱり形から入りたくて、なんかこう性能というか機能性よりも、なんか見た目みたいなところでね、やっぱりモチベーションがね、そこでだいぶ違うんですよね。もちろん機能性高いものを選んだ方がいい場合もあるんで、なんかこう大事な試合の時とかはね、ちょっとナイキのシューズじゃなくてアシックスのシューズ履いてみようかななんていう時も実はあったんですけど、基本的には好きなメーカーでナイキをね、ずっと着て履いて、プレーをしてました。で、やっぱりなんかその好きなメーカーに包まれて、自分のこう身なりというかね、ウェアがこうビシッとできてると、すごいなんかやる気が起きるというか、モチベーションが高くなるんですよね。それ感じたこと結構ある方多いんじゃないかなと思うんですけど、スポーツだけじゃなくても、社会人になって、例えばスーツを着て、スーツが好き嫌いとかはまた置いといて、スーツに身を包んでこうピシッとすると、結構その新たなことをやってみよう、挑戦してみようみたいなモチベーションになったりとかっていう方もね、多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。だから、そういうなんか身の回りのもの、服とか物とかっていうのを、なんか少しこだわりを持つっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。本当に僕ね、こだわりを持ちすぎちゃってた時はね、サプリメントのメーカーとかも全部揃えたくなってね、こだわってたりとかしたんですけど、今考えるとね、もう本当にちょっとこだわりすぎてたなって思う部分もね、すごくあるんですけど、何か一つでもいいんで、ウェアは絶対ね、ナイキ着るとか、アディダス着るとか、何か好きなものを見つけて、その一つこだわってみると、何かここは譲れないみたいなところが出てくるんで、スポーツにおいてもそうだし、勉強とか仕事とかにおいてもそうだと思うんですけど、何かここだけはこだわりみたいのがあるとね、結構なんか毎日生きる糧というか、そういうのになってくるかなと思うので、ぜひね、自分の好きなものっていうのを
見つけていただければいいかなと思います。はい。これがね、トレーニングにやっぱり直結してくるなって個人的には思うんですね。ウェアの話なんでね、まあ体に関しての知識っていうよりは今日はモチベーションの話になっていくんですけど、それにおいてやっぱりそのトレーニングの質っていうのがね、変わるような気がします。ジムに行って、ジムでね、レンタルウェアとかもあるじゃないですか。で、レンタルウェアとかもね、すごくこう汗の吸収とかもしっかり考えられてて、すごくいいものが多いんですけど、やっぱりレンタルウェアより自分でこう買って自分の好きなメーカーのウェアを着てジムに行った方が圧倒的にやる気が出るし、なんならそういうふうになんとなくこう、まあやる気が出ない状態というか、レンタルのもの、自分のではないものをこう使ってしっくりきてない状態で、なんか毎日トレーニングしてるよりは、なんか自分の好きなウェア見つけてやった方がね、フォームとかもね、自然に良くなってたりとか、何かこう力もね、入るようになったりとか、集中力もね、全然違うんですよね。やっぱり何か違うことをちょっと考えちゃったりとかっていうところにもつながるので、やっぱりいいウェア、まあすごい高いものを着るとかじゃなくて、何かこうこだわって自分でまあ探して買ったものとかだと、すごくやっぱりモチベーションは上がるかなと思うので、ぜひね、スポーツウェアとか割引結構してることもあるので、まあ大型ねのお店とかに行ってちょっと見てみて、あ、この服だったらちょっと自分いいかなみたいなのを探してみるっていうのも一ついいかもしれませんね。テニスやってる時、僕はね結構それが顕著に出てて、本当になんかナイキ以外のウェア着てるとなんかこう練習になってないみたいな、そこまで言うとちょっと言い過ぎなんですけどね、なんとなくそんなイメージがあって、その普段着てるやっぱり自分のお気に入りのものをビシッと着て、ラケットもビシッと準備して、コートに入るとやっぱりなんかこう気分も高揚するというか、そういった部分があるので、ぜひ、皆さんもね、何やるにしてもそうです。スポーツでもそうですし、お仕事でも何かこれだけはちょっとピシッとね、揃えておきたいみたいなこだわりを持つと全然違うんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。ということで今日はね、完全な雑談会になってしまいましたが、また来週、今週、エクササイズの動画とか、体に関するね、ちょっと知識の動画とかも出していきたいと思いますので、今しばらくお待ちいただければと思います。はい、ということで本日のラジオは以上でございます。またね、質問回答コーナーとかもラジオでやっていきたいと思いますので、ぜひその際は、お聞きいただければと思います。質問のね、質問項目自体は過去の動画の、コメント欄から拾ってくる場合が多いですので、過去の動画とかもね、もしご覧になった方がいらっしゃいましたら、遠慮なくコメントいただければ幸いです。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画、次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。